級まんじゅう。ばあさんは別の部屋へお連れしろ。さっきから何？待って、ジェレミーの、そんな、そんな任天堂スイッチ、こっち向いてもう一回。
番高いものは何？それ全部いただくわ。じゃあ、みんな、高級まんじゅう、ばあさんを別の部屋へお連れしろ。さっきから何？待って、ジェレミーの、そんな、そんな、何かつないでる。とてもごちゃごちゃして分かりづらいよね。なので、一個一個段取りすごく多いんだけど、しっかり覚えていきましょう。何をやって、その次は私は何をしなきゃいけないのか。お手当たり、あ、知らんか。あ、そうだ。いや、知らん。違う、それ、覚えていってよ。全部持ってかないと思う。一番になった。みんなね、結構集中力を持って頑張ってくれたと思いますね。ヨシゴの誕生日なの。普通のプレゼントで、これはこんばんは。もう練習の成果を出したいです。練習して本番も成功させたいです。生き生きとした子供たちの姿が見れると思います。最初はね、全然セリフも言えなかったおとなしい子たちが舞台上で弾ける姿を見てもらいたいと思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。
で入会してくれた時にもうお母さんの後ろにくっついて、普通の日常会話も何にもできないし、喋ってる言葉とか声も全部こう裏声になってしまうしっていうぐらい声が出なかったんですけど、50分主役をやりきったっていうのがもう本当にあっぱれって感じです。見事。練習してやったらなっていうのがすごい伝わってきました。すごい可愛らしかったです。楽しかった。大きな声で言えたことやっぱりこう一つ乗り切るっていうのは大きな成長だと思うので、今回特にちっちゃい子たちがすごく大きく成長したので、もう成果発表会で本当に成長が見れたなとすごく感じてますね。演技チップ。